チャオ、あっちゃんです。遅くなってごめんなさい。ただいまね、1時38分、もう1日日過ぎてもうてんけどもね、3月の22日の、今日のハッピー、今日ちょっとね、急遽ね、忘れ物があって出かけとってね、取れへんかったのよ。で、取れへんかってね、帰ってきてね、いろいろごとごとしとったらね、取れへんかって、ちょっと忘れてて。忘れとって、もう正直言うわ、忘れとって、もう一回言うわ、忘れとって、で、ライブして、終わって、動画編集して、あれ今日出してなかったぞと思ってさ、今撮っております。申し訳ございません。まあ、この時間帯にね、まあ、見てくれる人おらへんかからんけど、朝になって、あ、出てたと思った、あ、今日出てるやんみたいに思ったら、みんなのハッピー書いてくださいっていうことで、ちょっと思い出しながら、1月22日ってことは21日のハッピー、出かけた次の日のハッピー、22日のハッピーは今日してたからね、まあいらんこと言わんとこ。ハッピー何かっていうとね、21日はね、あっちゃんね、めちゃくちゃね、20日の日に疲れたから、21日は1日まるっと休んだろうと思ってね、ちょっと動画を抜きでほぼ休んでみたね。でね、これも20日からも連続の話やねんけども、20日の日ね、朝結構早くに出かけて、帰ってくるのがまあ夕方遅くやって、で、帰ってきてからまあライブしてんけども、それまでの間ね、要はね、20時間近くね、ネットに関わらんかったのよ。スマホを見んひんかったのよね、ほぼね。まあ、スマホ見んひんたら嘘やねん。まあ一応その LINE でやりとりはあったんやけど、ね、そんなんがあってね、ほぼ一日ね、そういうインターネットのコンテンツに関わらんかったね。まあ、今、俗に言うね、デジタルデトックスっていうねんけども、に近い感じでネットから離れてたね。すんごい楽やった。もうごめんやねんけどもね、もうほんま、嬉しいコメントもあんねん。嬉しいコメントもあんねんけども、嫌なコメントもあったり。で、それだけじゃなくね、テレビからも離れてたのよ。で、ヤフーニュース。ネットニュース、いや、テレビのニュース、いろんなね、ニュースってね、ネガティブなニュースが多いよね。だから、そういうね、ネガティブから離れててね、すごい一日ね、よかった。たまにね、まあね、こんな YouTube で稼がせてもらっとるあっちゃんがね、こんなこと言うとあかんねんけども、皆さんね、デジタルデトックスをしてね、ネットから離れるっていうのがいいかもかね。まるまる離れろじゃなくて、とりあえずね、半日、今日朝起きて、夜寝るまで、朝起きて仕事から帰ってきて家に帰るまでって間全くネットを触らない。電車の中でもスマホをいじらない。で、通勤もね、で、休み時間もね、全くそのネットから離れ、シャットダウンするとかね。あとは祝日、まあ、土曜日仕事終わって、土曜日日曜日休みやったら、土曜日一日でもいいから、金曜日の夜帰ってきてからもうネット触らない。で、土曜日の晩、日曜日の朝まで触らないって決めて、24時間ぐらいパタンともうネット触らないってなるとね、すっごいね、いいと思うよ。だからそれでね、一日ハッピーでしたっていう話やねんけどもね。ちょっとね、ハッピー動画とは違うけどもね、ネットから離れるのハッピー。でも、あっちゃんねるは見てね。よろしくね。で、ね、結局ね、結構ね、あっちゃんのハッピー動画見て、幸せになりましたって言ってくれてる人は、あっちゃんねる見てくれてハッピーになってくれないからね、ハッピーをわざわざ見ないわいないよりも見てくれた方が嬉しいです。はい。ということでね、みんなのね、ハッピーを紹介していきましょう。かきびんちゃん、今日はハッピー、いや、今日のハッピー、ピーコックで買った鶏胸の竜田揚げが美味しかったことです。いいねー。関西ね、ピーコックってないねんけどもね、聞いたことはある。ピーコック、いいねー。鶏胸の竜田揚げ美味しいよね、確かにね。でも、美味しいのが当たるってのがすごいハッピーよね。いいね。たけのこさん、今日は昼間、風が強かったから家で過ごせてよかったって、夕食後はウォーキングに行ってめちゃくちゃ気持ちよかったって幸せでした。いいね。もう、風強いからね、家から出ないって、家の中で過ごすって、これ意外とハッピーなんよね。あっちゃんもそれはいいと思います。で、夕食後ね、また、風がね、収まってからウォーキング出て気持ちいいな。ウォーキングってすごい気持ちいいんだけどね。あっちゃんとめんどくさいから行かへんねんけども、たまに歩いてかけて歩いたらめちゃくちゃいいよね。もうそういうの本当にね、気持ちよくなるし、それをハッピーって感じられるってすごい素敵やと思います。シエルちゃん、
猫が体調悪いけど前よりも元気やからハッピー、デザートフルーツロールケーキ食べてハッピーいいね、今日の晩ご飯は大好きなヘレカツの分厚め作れました、いいね、はい、ヘレカツの分厚めって美味しいよね、確かにすごい豪華な気もするしね、いいね、でも猫ちゃん体調良くなってきてよかったね、だんだんね元気になってくると思うんで、優しく見守ってあげてください、はい、ちょっとね甘いものロールケーキね本当にハッピーな一日よかったねでメロンちゃん、あっちゃんがみんなのハッピーを読んで感想を言ってくれるところがハッピー、あ、そう言ってくれたら嬉しいわ、うん、あっちゃんもねこうみんなのハッピーを読ませてもらうのハッピーやしでねみんなのハッピーをこうね喜んでもらえるのすごい嬉しいね、はい、ということでね、今日のハッピーね3月22日のハッピー、これちょっとずれてね今日こんなになっちゃってんけどもね、でまあこれねあっちゃんずれたってことはねかなりの時間経ってるはずやねんこれ、いつ出しましたか、3月21日の9時、21時、だから22日の21時で24時間、25、26、27、28、20、約29時間経って、29時間経ってハッピーのコメントがね4つで、いいねが10、いいね10はのいいね、でもコメントがちょっと少ないな、やっぱりみんなのハッピーをね書くことによってみんなのハッピー、自分のハッピーを書くっていうのがすごい大事だから、ぜひぜひ書いてくださいね、書くことが大事なんね、で毎日書くっていうのが大事やねんね、まあ毎日動画あげてへん、あっちゃんもごめんなさいねんけどね今日ちょっとずれてんけどね、毎日コメント書くっていうのがハッピー、すごいいいことやねんね、それと再生数がね今の段階で278、やっぱり少なくなってきてる、みんなやっぱりハッピーはね小さいハッピーを見つけて、ね、見つけたハッピーをみんなでこう見てね自分のハッピーも気づいていくっていうのがすごい幸せに行くのに、本当に幸せに行くためにこういうことしようって言ったのに乗っからへん人が多いという、いかにやっぱり自分がね自分の力でハッピーをつかみ取ろうって思わへん人が多いんやなっていうのがあっちゃんの感想なのよ。それとねもう一つね、あっちゃんがねみんなにしてほしいことがあって、お願いじゃない、これは自分のハッピーのためにしてほしいことがあるね。何かって言ったら、この動画に高評価を押すこととか、この動画に、自分のハッピー書くこと、それすごい大事じゃないけど、それだけじゃないね。ハッピーのコメントを書いてくれた人のコメントにも高評価を押してほしいんだよ。これってすっごい大事なことなのよ。なんでかって言ったら、一つしか押してないね。みんな。あっちゃん今ポチッとしたから二つになってるはずでね。あっちゃんもハッピーの方。ポチっていいねボタンを押しとんだけどもね、このねいいねっていうのを押すこと自体もハッピーになる。であっちゃんの動画がいいねやけども、コメント欄もみんな小さい小さいハッピーを書いてくれたんでね、まあ大きいハッピー書いてくれると思うけども、ハッピー書いてくれたらそのハッピーいいねと思ってポチって押すこと、それも自分の幸せのためにポチって高評価を押すこと大事なのに、なんでやっぱみんな押さへんのかなって。うちの視聴者さん結構ね、こんな言い方したら悪いねんけども、動画にいいね押してねって言ってもなかなか押してくれへんね。何のためにいいね押すのかって言ったら、まず、動画がいいねとかっていうのはもちろんそうやねんけども、いいねボタンをポチンと押すことによって、あっちゃんの動画が、おすすめに上がる、おすすめに上がるといろんな視聴者さんの目に留まる、そうすると再生も増えていくから押してねって言ってもね、なかなか押してくれへんねんけどもね、その、まあ、そういう言い方するから押してくれへんのかもわからへんねんけどもね、でコメント欄でもね、コメントしとくか、コメントしてくれたコメントって読んでないのか知らんけど、コメントに対するいいねって少ないのよ。でコメントに対するいいねを押すことによってね、すごいいいコメントを書いてくれとっていいねを押すってことは、そのいいねに小さいハッピーに賛同してるってことやね。要はその小さいハッピーを自分も気づけるってことやね。ハッピー体質になっていけんのよ。ハッピー体質になるっていうことは、小さいハッピーを見つけられね、絶対みんなの目の前に小さいハッピーあんねん。ハッピーのない人なんかいてないねん。どんなネガティブなことが起こったり、とんでもないことが起こったり、苦しいことが起こっても、こんなハッピーな気持ちになれるかいって言いながらも、どこかにハッピーが落ちてんのよ。そのハッピーに気づくっていうのが大事やねんけども、そのために他の人のコメントにもハッピーボタン、要は高評価じゃなくて、ハッピーボタンって呼ぼう、これから。ハッピーボタンポチンと押すってこと、すごい大事なことやねんけどもね。だから動画もやねんけども、コメントにもハッピーボタンを押してくれると、必ず自分に返ってくるよってことでね。絶対にハッピーボタン、ハッピーの動画を見てハッピーな気持ちになる、自分で小さいハッピーを見つける体質になる、見つけた体質になったハッピーをコメントとして書く。そして、みんなのハッピーにもポチッとハッピーボタンを押す。そのね、一連の作業が自分のハッピーを見つける。
きっかけになると思うんでね、ぜひぜひハッピーボタンポチンと押してくださいということでね、今日のあっちゃんのハッピー動画良かったよと思ってくれたら高評価、そして、みんなハッピーだよって思ってくれたら高評価、そして、自分の小さな見つけたハッピーを書いてもらってチャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいですって言われたね。バイバイ。ごめんね遅くなって。